田んぼの神様。俺は学生なのに、いつも深夜3時ぐらいまで2ちゃんをして、それから風呂に入って、4時ぐらいに寝るという生活を送ってきた。その日も、風呂から上がって寝床に着いた。ふと、自分の部屋の時計を見ると、深夜の3時49分だった。それから寝ようとして、まぶたを閉じたが、全然眠れない。眠れないので、水を飲みに行こうと思い、まぶたを開けて、ベッドから起き上がろうとしたが、まぶたが開かない。体が全然動かない。俺は、金縛り初体験だったので、金縛りだと思って、少し嬉しかった。体が動かないし、まぶたも開かないので、寝ようとしたが、全然眠れない。そのうち、暑苦しくなってきて、最初は、金縛り来たと思っていた俺も、これはマジでやばいんじゃないかって思ってきた。しばらくすると、ものすごい力で、両腕が誰かに掴まれて、引っ張られる感覚に襲われた。すると、引っ張られてる方から、私は誰でしょうか？と、子供の声が問いかけてきた。俺は混乱して、親父でしょ？親父、福岡に単身赴任しているのに。そう、子供の声に答えたんだ。しかし、子供の声は返ってこず、混乱している俺は、親父だろ？悪い冗談よしてくれよ、と言った。すると突然、とても低くて不気味な声が、違うよ。と言って、俺の体はベッドから引きずり下ろされる感覚に襲われた。そこでまぶたが開いた。すると両腕が誰かに掴まれて引っ張られる感覚や、ベッドから引きずり下ろされる感覚がなくなった。俺は夢を見ていたのかと思って、ふとベッドの近くにある窓を見てみると、6歳か7歳くらいの子供がこっちを睨みつけている。俺は顔面蒼白になって電気をつけようとしたが、体が動かない。出て行けと言おうとしたけど声が出せない。それでも何とか声を出そうと頑張っていると、わずかにかすれ声が出てくるようになった。俺は最後の力を振り絞って、出て行けって子供に言うと、体が突然動くようになった。速攻で電気をつけて窓を見ると、子供は消えていた。後日談、このことを家族に話してみると、父方のおばあちゃんの話が聞けた。おばあちゃんの話では、子供の正体は田んぼの神様らしい。俺が住んでいるところはど田舎で、農家が多くて、豊作を願って建てられた田んぼの神様の像がいくつもある。俺の家の近くにもあるんだけど、道路工事で工事会社が、その神様の像を壊してしまったらしい。それで、その神様の怒りが、一番像に近い、俺の家に来たということだ。ドッペルゲンガー。ある晩、女友達の A から電話が来た。ねえ、S 君、ドッペルゲンガーって知ってる？ああ、なんか聞いたことあるよ。そんなタイトルの映画あったね。うん、もう一人の自分のことで、その人に会ったら、数日のうちに死んじゃうんだって。何？と思ったけれど、A は勝手に話を進めていった。私ね、最近変な夢見るんだ。夜にね、知らない道を歩いている夢。歩いていると誰か追っかけてくるんだ。女の人だと思う。ヒールの音だったし。で、すぐ後ろまで来たところで振り返るんだけど、なんか、すごく怖いものがいた。でも、それがなんだか覚えてない。すごく怖いんだけど、思い出せない。そんな夢を3回も見たんだよ。
何かの暗示じゃないの？注意しておけよ、とか返事をすると。そうかもしれないけれど、と言って A は話を続けた。この前ね、H 子が泊まりに来たんだけれど、その日も夢を見た。それが3回目。朝起きて H 子に夢の話をしたら、H 子が変な顔してる。夜中にトイレに行ったら、鍵がかかっていて、中から私が返事したんだって。でもベッドに戻ったら、私寝てるじゃん。寝ぼけたのかなと思って、もう一度トイレに行ったら、まだ入ってるよって返事されたんだって。もしかしたら、もう一人の私がどこかにいて、そのせいで夢見てるとか思うんだけど。正直、どう返答すればいいか迷った。でも、何かに気をつけろってことだと思うよ。という内容の話をして、あとは、取り留めもない会話で終わった。それから、一ヶ月くらい経って、また A から電話があった。随分と沈んだ声だ。また夢を見たのか？と聞くと。違う、と言う。昨日ね、会社の飲み会だったの。会社辞める子がいて、久しぶりに二次会まで行った。その帰りね、ちょっと酔っ払ってて、うちの駅の一つ前の〇〇駅で間違えて降りちゃった。ありえなかったけど、まあいっか、酔いを覚ますために少し歩こう、なんて思ったの。A は涙声になっていた。少しすると落ち着いたらしく、続きを話し始めた。人通りもなくてね、気がついたら誰か後ろを歩いてきてるの。ちょっと振り返ってみると、スーツ姿の男の人がいたのよ。急に酔いが覚めちゃって、途端に怖くなって。とにかく、誰かいるところに行かなきゃって思っていたら、200メートル先、女の人が歩いているのが見えたんだ。あの人の近くまで行けば大丈夫って、早足で近づいたんだけれど。近づいてわかった。その女の人の服装。その日の、私の服と同じ。髪型も、履いているのも、同じヒールだった。その場所、あの夢で見たところなんだよ。頭がガンガンして、わけわかんなくなって。そしたら女の人が立ち止まっちゃった。立ち止まって、こっちを振り返ろうとしてる。振り向くな。こっち振り向くなって思って目をつむったんだけど、顔、ちょっとだけ見えた。そしたら、ギャーって、女の人の悲鳴が聞こえて、しばらくして気がついたら、周りには誰もいなかったんだよ。男の人も、その女の人も。にわかには、信じられない内容だった。けれど、一ヶ月前の電話の時の話。振り返った女の顔は、A の顔だったのか？と、思わず聞いてみた。でも、電話切るね、と言われてそれっきり。その後、随分の間、音沙汰がなかったんだけれど、つい先日、街中で A と出会うことができた。なんとなく、昔の雰囲気とは変わったな、と思いながら、世間話をした。機会を伺って、あの時のことを聞いてみた。するとあっさりと、女の人の顔？ちょっとしか見えなかったけれど、私の顔だったよ。と答えてくれた。明るいトーンで A は最後にこう付け加えてくれた。でね、ほら、ドッペルゲンガーの話したじゃん。あの女の人、私を見たから死んだんだと思うんだよね。午後からのあなたの運勢を占う午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。私はパーを出しました。
ですので、チョキを出したあなたは、午後から、ちょっきり、帰れるかな、今日は。ね。おめでとうございます。ラッキーアイテムはですね、プッチョ。ピンポイントに。食べたら美味しかったんで、プッチョでございます。プッチョって知ってます？ハイチュウみたいなやつね。食べると歯が取れてくるという可能性のあるハイチュウみたいなね、プッチョでございます。さあ皆さん、プッチョるよ。ということでね、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。木曜日ですね、もうね。もう木曜日ですよ。一週間が早いね、ほんとね。なんか皆さんとなんか、ライブやれてなくてね、話ができてないんで、一体今何が起きてるのかとかね、世の中でね。とか、こういうこの話、ネタになるなってことがね、あるんですけど、なかなか話ができなくてね。残念ですよ。寂しいですね。全銀のシステムが止まったりとかね、いろいろありましたね、この、直近でもね。ねえ。喜ばしいニュースとして、藤井聡太さんが八冠になりましたからね。それもね、おめでとう言いたかったですね。ねえ、なんかいろんなことが起きてる、この、1ヶ月半くらいか。まともにできてないもんね、1ヶ月半くらいね。ねえ、すいません。なるべくね、ちょっと一回試してゲリラでやってみたいんですけど、今もちょっと声変なんで、咳をすごく我慢しながら喋ってるんでね、おかしくなっちゃうんで、でもなるべくね、やりたいと思っておりますので、早めにね、よろしくお願いいたします。それでは、今日もよろしくお願いします。おはなるこんでした。またねー。